関節ね、なんか奥が痛い。これね、股関節が痛い方って何が必要かというと、簡単に言うとこう。整体婦科院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みで悩んでいる患者さん向けに撮らせてもらっている動画になります。もしあなたがですね、3件以上の病院、整骨院、整体に行っても痛みが全く改善しない、病院に行ったんだけども痛み止め、湿布だけで処方されて根本的な治療ができていないっていう方であれば、ぜひね、このチャンネル見ていただければというふうに。松田さん。はいよ。股関節が痛いっていう動画前回出したと思うんですけど、はいはいはい、あれでちょっと原因確かめてみたんですけど、どうやら違ったみたいで、はい、これやってみたんだけどみたいなね、股関節ね、はいはいはい、他に何か原因だったりとかってありますかね。で、前回の動画ね、もちろんですけど概要欄貼っとくのでぜひね、そちらの方を見てみてください。で、いわゆるこのピーサータイプ、カムタイプって言われるようなおやつは非常に多いです。で、そこにも紐づくって形にしていきたいなと思っています。で、今回ね、股関節に関しては本当結構いろんな症状の原因がありまして、で、その中で私が例えば腰痛専門で見させてもらってますけど、腰痛にもかかってくるし膝にもかかってくるってポイントがあるんで、それでね、ちょっと説明したいなというふうに思います。いいですか、それで。気になります。やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ見てください。実際なんですけど、股関節で、ピンサータイプ、カムタイプって言われるやつでもですね、起こり得るし、その二次障害として起こり得るし、実際に股関節が、いわゆるこの器質的な、いわゆる骨が正常であったとしても、問題が起きてしまう場合っていうのがあります。で、これはいわゆる二次的に、前回話した内容っていうのは、先天的に股関節、ここにありますけど、股関節の形状が変わってしまうっていうのが問題だったんですけど、そうじゃなくって、二次的に股関節が正常な形であったとしても起きてしまうもの、何かって言ったら関節芯の損傷って言うんですね。関節芯、何かというと関節の唇って書いて関節芯って言うんですけど、特に股関節はですね、関節芯めちゃくちゃ大事です。で、関節芯って何かっていうと、関節ってですね、ここにこうあるじゃないですか、関節ね、これ横から見てますけど、ここは関節がありますと。で、関節のちょっと本当に1ミリぐらいだけ出てる軟骨みたいなものだと思うんですよ。軟骨みたいなものがここにあるんですよ。で、この軟骨みたいなやつが何の役に立ってるのと思うかもしれないんですけど、この関節芯っていうちょっと柔らかいものがあるだけでですよ。あるだけで、関節の動きがですね、やっぱ10度20度変わるんですよ。10度20度って、そんなこと変わるって思うかもしれないけど、10度20度って言ったらね、例えばここまで90度じゃないですか。で、これがね、ここぐらいまでわかるんですよ。結構違いません？で、人によっては、詰まったりって結局、曲げすぎた時に起きちゃうので、この普通に何もない状態からすると、本当にこの辺までしか行かなかった人が、こう行きましたって全然あり得るんですよ。この関節芯の役割だったりを聞いていくとわかるんですけど、この関節芯っていうのは、いわゆる軟骨になってるので、こう曲げていくと、前側がね、前側ってここですよ。前側が詰まるんですよ。こんな風に前側にこう曲げていくと、ここ詰まっちゃいます。詰まった時に関節芯がないと骨が当たっちゃいますよね。骨が当たっちゃうと、これ骨が当たっちゃって痛い、もしくは詰まるっていう感じ、なんかこうこれ以上いかないから動かさないでみたいなね、あ、詰まってる詰まってる、痛い痛い痛いみたいな状態、これがいわゆる関節芯がない状態で、ちょっと骨が詰まっちゃう。ただ関節芯があると何がいいかっていうと、ここにちょっと本当にちょっと1ミリですよ、1ミリもないぐらいこう関節芯があるんですよ。で、ちょっとあるだけで何があると、クッション材になるんですよね。クッション材で、クッション材があることで、例えばこのこれでもそうですけど、カチャッと止まっちゃうのが、クッション材があることで、これをベースにここの関節骨自体が曲がってくるときに何もないと当たっちゃいます。詰まっちゃいます。こうやってね、これが関節芯があるとクッション材になってくれるんで、イメージね、ちょっと想像してほしいんですけど、クッション材、シーソーみたいな感じでね、こういう風に曲がってくるのに対して、こっち側が関節が浮いてくる状態、こんな風にグッと浮いてくる状態、ここがクッション材になって、こんな風に何もないとこのまま動きます。で、関節の動きがね、ちょっと転がると滑りっていうやつがあるんですけど、転がるだけだとこんな風にまた当たっちゃうんですよ。ですけど、ここにクッション材があると、転がってくプラス後ろにこう滑っていくっていう動きがあるんですね。ここで曲がってきますよね。曲がってくるとこのまま当たっちゃいます。でも、ここにクッション材があると、こんな風にここの股関節が後ろに行くっていうパワーが起きるんですよ。そうすると関節が当たらずに後ろに行ってくれるんで、動きが出るんですよ。意味があります。このままだと当たります。でも、クッション材が1個あると、ここにクッション材を元にこういう風な動きをする。そうするともっと曲がるんですよね。だから、たった
1ミリとかのね、関節芯があるかないかだけで全然動きが変わるし、この安定性とか、最後こう動くってあるじゃないですか。股関節曲げるにしても最後こう曲がってくるとか、股関節内旋とかね、内旋ってやつでこうちょっと最後動きやすくなってくる。特にこの股関節内旋っていうやつですね、いわゆる女の子座りをする方ですね、女の子座りをする方とかに関してはこの関節軟骨、いわゆる関節芯ですね、はめちゃくちゃ大事です。これがあるかないかだけで全然できるかできないか変わってきます。で、私自身もね、 FAI っていうそのカムタイプ、ピンサタイプとかのあの話だったんですけど、関節芯の損傷っていうのは最初何もない、関節芯綺麗な状態、ただピンサタイプ、カムタイプとかっていうような、いわゆるこの股関節の何かした器質的な、いわゆる骨の問題が起きていると、いわゆる衝突をしやすいですね、骨が衝突しやすい、骨と骨が衝突しやすい状態が起きる。そうすると、いわゆるここの部分で関節芯が何回も何回も当たってると損傷してしまって股関節が痛い。特に関節芯損傷したばっかりの時っていうのは、中の方で焼けるような痛みがあったりします。私も実際バスケしてる時かな、くるっとひねった時に、あのうわって回した時にピッてなって、なんだこの痛みはね、なって、そっからもう引きずるような感じが1週間ぐらいあって、1週間ぐらいして落ち着いてきてみたいな感じだったんですけど、まあその時に多分関節芯損傷したんだなっていうのは思いました。で、股関節ね、なんか奥が痛いっていうのがね、これあるんですけど、この奥が痛いってやつとかに関しては、もちろんあのピンサタイプ、カムタイプってやつで、この器質的な骨の問題があったりしますけど、もしかしたら関節芯が二次的に影響してしまってる可能性もあります。なんでそこもね、ぜひね、覚えていただきたいなというふうに思いますね。なので、あのまとめて、ね、関節芯が大事ですよって話です。じゃあ関節芯が損傷してるかどうかっていうのをテストする方法があるので、実際ちょっとしっかり見ていきましょう。はい、じゃあですね、原因発見法を紹介していきたいと思います。で、関節芯の損傷ってね、言った通りこの関節芯の周りにあるので、受け皿側です。だから骨盤側にこうついてるんですよね、ペダッと唇がね。で、基本的には関節の前側、あの詰まっちゃうことが多いんですよ。こうやって曲がってくるときに詰まっちゃうので、この前側が損傷されることが多いです。で、損傷される場合なんですけど、一番ね、前の方、股関節前面に負荷をかけるのは何かって言ったら、屈曲だけじゃなくて、股関節屈曲プラスの内旋なんですよ。内旋入れていくと、こんな風に関節が中に曲がるプラス中にこうえぐられていくような感じになるので、一番関節芯、いわゆる前面の関節芯のところに負担かかります。なんで本当に関節芯の損傷があるかなって時は、自分でもいいです、自分で手でやってもらってもいいし、誰かにやってもらってもいいですけど、股関節曲げますね、曲げてもらって、大体まあ曲がるとこまで曲げてみてください。大体120度か130度ぐらいまでですね。で、この状態からこんな風に膝を持ってもらって、こう回します。内側の円を描く、ちょっとこっちが見やすいようにしますね。円を描くように回します。こっちが天井庫ね、今皆さんの方が天井庫、上から見てますよ。こんな風に曲げた状態から膝を持って内側にぐっと入れていく、こんな風なようにします。そうすると関節が中がぐっと入り込むような形になるので、ここであの関節芯損傷してる場合で、してなければスムーズにこう円を描けますけど、関節芯損傷してる場合であれば、これがぐっと動かなくなってくるっていう風に思ってください。Okay? で、ここはまず見つけてくださいと。で、関節芯損傷してる場合、じゃあもう無理なのかってなっちゃうんですけど、そんなことなくって、今みたいな形で動かなかった場合、でも痛みを減らすことができます。何かって言ったら、これね、股関節っていうのは、ちょっとこれ関節面がですね、見ていただきたいんですけど、前側が開いてて、パカッと開いてる状態。で、後ろから見ると関節面見えなくないですか。で、何かっていうと、股関節って、骨盤側って前側を向いてるんですよ。こんな風にパカッと。で、後ろから見ると関節が前を向いてるので、あれ関節面見えない。でも前から見るとこんな風になってますと。ね。関節面ってやつが前斜め、前方か、外側に向いてるんですよ。で、プラスアルファ、角度がこういう角度になってまして、何が言いたいかっていうと、関節がこんな角度を向いていますと。こういう角度を向いてます。で、外側、プラス前方、外側のちょうど間、プラスですね、若干下向いてるんですよ。こういう角度です。だって股関節がこんな風に、上プラス前方プラス内側の方向いてるって、こういう状態。受け皿は逆に言うとね、こんな風に開いてる。こういう風な関節面なんですね。で、若干下向いてると、関節面が。で、これじゃあ、この状態でこう動かせば、骨盤がこの状態、ね、前側に傾いてる状態、股関節は曲がってくる状態、それは当たりますよねって話。
で、これね、股関節が痛い方って何が必要かというと、簡単に言うと、腹直筋の下部、腹直筋、筋です。腹筋を鍛えてほしいんですよ。で、その理由何かっていうと、骨盤がこんな風に下向いてる状態になるじゃないですか。そうすると股関節詰まっちゃうんですよ。で、詰まっちゃうから痛くなるんですよ。関節芯も損傷しちゃう。なんですけど、これ骨盤が後傾って言って、この状態からこっち側に持ってくる。こういう風に持ってこられるとどうなるかっていうと、関節面隠れてるのが、ちょっと浮き出てきません？こんな風に前側が開いてくるんですよ。で、さっき言ったように、前、外、下向いてますから、この状態が骨盤が後傾してくると、後傾っていうのはね、こういう状態。こういう状態になると、関節面の前側が開くんですよ。これで詰まってます。詰まっちゃってる。これが骨盤後傾するとこうなるんですね。こうなってくると、動きやすくなってくる。で、当たりにくくなってくる。そう。なんで、骨盤の後傾が出てない人もいるんですよ。股関節が悪い方は見てください。骨盤がめっちゃこんな風にデッジになってる方が多いです。で、これが起きてると、前側は詰まりやすいよねと。だから骨盤は後傾する。じゃあ後傾するのはどうやってするのか。前側の筋肉がぐっと引き上げてくれる。何かって言ったら、腹直筋の下部。いわゆる腹筋です。ただ腹筋も長い筋肉なので、クリスチャン・ロナウドとかシックスパックありますよね。バーンと出てきます。ズバ。ここに、なりますね。で、これ、シックスパックっていうんですけど、エイトパックね。8個あるんですよ。こう、筋肉は。上、真ん中、下、そして一番最下。8個。片面に4個、片面に4個。で、8個ある。で、この上側が鍛えちゃうと、この猫背のように持って、下側が鍛えられると骨盤の後傾持ってきます。で、鍛えたのは骨盤の後傾。下部なんですよ。上部が入っちゃうと猫背になっちゃうから逆に鍛えちゃダメです。だからよくね、この腹筋とか言いますけどね、腹筋これじゃないんですよ。どちらかというと骨盤の後傾だから足上げの方です。足上げをして骨盤の後傾を出すっていう方。これが作れると、いわゆる詰まりがなくなってくるし、関節芯の損傷してる場合でも関節芯が当たらなくなってきて痛みが改善してきます。なのでまとめていくと、股関節曲げて内旋をさせるね、これで多分詰まり感とか痛みがある方であれば、一回ね、腹筋、腹直筋の下部をぐーっと入れてもらう、お腹引っ込めてもらった上でこれ曲げて動かす、そして楽に動くような形であれば骨盤の後傾を出す、いわゆる腹直筋をしっかり鍛えていってあげる。そうすることによって骨盤前傾である、前傾してきて腰が反っちゃうの腰痛も改善するし、骨盤後傾することで股関節も改善しますよ。なんで本当に腰痛にも股関節の痛みにも効くのが、ここのお腹の鍛えるってやつになりますね。で、うちとかだとこの運動療法とかやらせてもらってて、しっかり根本的に解決しましょうよって話とかもさせてもらってるので、もしね、あなたが痛みがね、長引いてる股関節の痛みが反り腰のせいで腰痛があるとかであれば、このね、運動療法をしっかりやっていきましょう。で、自分でやってもらってもいいけど、やっぱこれはね、時間もかかっちゃうし、やり方わかんないことであれば、私全国ね、整体復活ってやつをやらせてもらっていますので、ぜひね、下の概要欄の方に見ていただくと、整体復活も全国ありますので、そちらのお住まいのですね、近いところにぜひね、お問い合わせいただければなというふうに思います。はい。ということで、今日はお話しさせてもらいました。股関節の奥が痛い。これもしかしたら、股関節の関節芯損傷かもしれませんよと。で、実際のテスト方法。テスト方法からの、じゃあこれで問題があったら、お腹、腹直筋、下部を鍛えましょうって形でね、骨盤後傾を流しましょうって。もしね、難しければ、自分でもね、やり方難しかったら整体やってますので、ぜひね、下の方から概要欄からお問い合わせいただければ嬉しいなというふうに思いますし、ぜひね、この動画を見てやっていただければと思いますので、チャンネル登録、ぜひ、あと高評価、コメントいただけるとすごく励みなので、ぜひね、そちらの方もよろしくお願いします。はい、ということで、今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画までいただき、どうもありがとうございました。また見てください。